はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、新型の完全ワイヤレスイヤホンのレビューになるんですけども、今日レビューしていくのがこちらでございます。はい、デノンからですね、今回初めて完全ワイヤレスイヤホンが出ました。こちら9月に発表されまして、発売がですね10月の中旬、10月の15日となっておりますので、まだね、これから発売っていうね機種のサンプルになっています。まあ、今回こちらですねサンプルお借りしましたので、デノン初の完全ワイヤレスイヤホンどんな感じなのか、じっくりとレビューしてみたいと思います。では行ってましょう。はい、ということでデノンですよ。デノンといったらレビューをしたことはないんですけども、実はですね、人生で初めて購入した有線のねヘッドホンはね、実はデノン製だったんですよ。それがですね、大学生ぐらいの頃にね初めて買ったヘッドホンだったんですけど、まあ、そっからですねオーディオにはまり始めたっていうところもあったので、そんな感じで、まあ、ゆかりがあるんですけど、でもねそれ以降デノンの、ヘッドホンとかイヤホンとか使ったことがなかったので、まあ、かなり久々のデノンっていう風になっています。でまずこの今回2つ製品があるんですけど、これただの色違いではなくて、片方がですねエントリークラスになってます。それがこちらですね。まあ、両方ともブラックとホワイトのカラー展開があるんですが、エントリークラスの方が AH630W っていうねモデルになってます。こちらはノイズキャンセリングが入っていないっていうね、まあエントリークラスのイヤホンになってますが、こちらに関しては1万円を切る価格帯でデノンのサウンドを楽しめるイヤホンになってますので、まあコスパがかなりいいっていうところですね。で、もう一つのこちらが、一応ハイエンドになるのかな。こちらハイブリッドアクティブノイズキャンセリングも搭載されているハイエンドのイヤホンになってまして、型番が AH-C830NCW っていうね、型番になってます。ノイズキャンセリング、外音取り込みが入っているモデルということですね。実際ドライバーもね、ちょっと違っているみたいなんですけども、音作りとかチューニングっていうところは共通だと思います。基本的に今回は、まあ、こっちね、ノイズキャンセリング搭載の方をメインでレビューして、一応こちらもね、使ってみて、まあ、どんな感じで違うんだよっていうね、コメントを付け加えて、レビューしていこうと思います。じゃあまずね、開封していきましょう。オープン、スッと。まあ、この中にね、こんな感じで、クイックスタートガイドが入ってます。ちなみにこちらのですね、C830NCW の方は Google First Pair に対応しているので、Android のスマホを使ってる方はペアリングがめっちゃ楽ですよっていうところですね。はい、ケースはこんな感じになってます。まあ、デノンのね、ロゴが入っていまして、まあ、比較的コンパクトな、ケースとなっております。で、付属のイヤーピースが、こちらですね、S と L の2種類と、こちら USB-C のケーブルが入っております。シリコンのイヤーピースですね。で、もともと付いてるのがありますので、合計3種類のイヤーピースですね。イヤホン本体はこんな形の、まあ、スティック型になってます。で、ちょっとね、イヤホンのフォルムが、まあ、独特でね、イヤホン全体もこの流れるようなこのフォルムがね、かっこいいなっていうふうに思います。スティックの底面のところには、こちらマイクも入ってますね。で、イヤーピースを外すとこんな感じで、もちろんイヤーピースの交換も可能になっています。で、ケースにしまうときは、スティックの方からスッとね、スッと入れてしまっていく形になっています。はい、まあ、シンプルですね。じゃあもう片方、一応エントリークラスの方ですね、こちらも開けてみましょうか。あ、開け方もちょっと違うね。よいしょ、オープン。あー、なるほどね。ちょっと箱の感じとかもちょっと違ってますね。よいしょ。ただケースの見た目とかは、まあ、ほぼ変わらないかな。まあ、ほぼほぼ同等ですね。うん、まあ、厚みとかも一緒だし、まあ、構造的なところも一緒ですね。じゃあ開けていきますと、はい、こんな感じで収納されてます。まあ、入り方とかも一緒ですね。よ。うん。あ、ただイヤホンの質感とかが若干異なるかな。まあ、上位モデルの方がツルツルしたデザインになってるんですけども、通常のサラッとした質感になってます。なので高級感的なところは、まあ、上位モデルの方が感じられるかなっていうところ。構造とかは一緒ですね。イヤピースを外すとこんな感じになってます。両方とも交換可能ですね。はい、ということで開封終わったので、実際にこれからですね、使って、まあ、音質とか外音取り込み、通話機能とか、その辺デノンクオリティどんな感じなのかね、チェックしてみたいと思います。ではしばらくこれで使ってみます。いやー、聞きましたよ。音楽聞いてみたんですけどね、ちょっとこれびっくりだわ。今年のね、後半本当にいいイヤホンいろいろ出てきてるんですけども、これもね、上位に食い込んでもおかしくないレベルの、まあ、かなりいい音質になっていました。はい。ちょっとね、感想の方をまとめていきたいと思います。まあ、最近ですね、完全ワイヤレスのイヤホンの業界といったらですね、この LDAC とか、AptX Adaptive とか、まあ、いわゆるハイレゾ相当のね、コーデックっていうものが、結構出始めているんですよね。そんな中ですね、今回の、まあ、デノンの、ね、こちらのイヤホンですね、
コーデックは AAC と SBC となってますので、このスペック上ね、このコーデックを見ていくと、まあ、どうしてもこの他社のイヤホンと比べるとちょっと見劣りするんですけども、実際に音を聞いてみるとね、見劣りしてないなっていうのが正直なところです。とにかく音の解像感、めちゃくちゃ高いですね。で、高音域もかなりクリアで鮮明で透明感がある。ボーカルの聞こえ方もすごく自然でですね、女性ボーカルも気持ちよく聞くことができます。で、今回の、まあ、このデノンのイヤホンですね、一番個人的にビビッときたのは、低音がね、ものすごくキレがあってシャープなんですよ。音のこの弾力感、弾むような感じがですね、すごく伝わってきまして、このサウンドは他にないなっていうのを感じられました。しっかりとこのデノン独自の世界観っていうのを作り込んであるっていうのを、体感することができまして、ちょっとね、想像以上にこれいいわと使ってみて感じられました。まあ、こんだけいろんなね、感じワイヤレスのイヤホン使ってきていて、今でもこれ他と違うなって感じられるような、音作りになってる。はい、そこがやっぱりね、使っていて感動したポイントですね。まあ、一応こちらがですね、上位モデルになるんですけども、ドライバーが若干異なってまして、この上位モデルの方がですね、11×10mm のダイナミックドライバーが搭載されています。もう片方のね、こちら、こちらがエントリーモデルになってますが、こっちはですね、10mm のダイナミックドライバーとなってまして、まあ、ドライバーが少し違ってるんですけども、音作りとか、まあ、この解像感の高さとか、そういったところは共通になってます。まあ、先にちょっとこっちの、上位モデルを試したんですけど、これでまず感動したんですよね。音、これ相当いいわと感じたんですけども、その後に、まあ、エントリーモデルの方を使っても、そんなに大きく見劣りしてるっていうこともなかったです。ただ聞き比べをしていくと、この低音の弾みとか弾力感、このキレのある低音っていうところは、やっぱりこの上位モデルの方が強いなっていう風に感じられたので、どっちか一つを選ぶならこっちの方が音質はいいよっていう風に言えると思います。基本的に1万円ぐらいの価格差があるんですけども、そこまで大きくエントリーモデルだからといって、見劣りしてるわけじゃないので、まあ、それこそこのサウンドで、まあ、1万円以下って考えたら、逆にこっちね、とんでもないコスパの良さだなっていう風に感じられる、っていうところもあります。これ1万円以下ですからね、こっち。キレのあるサウンドで本当に楽しめた。はい。で、続いてですね、ノイキャンですね。ノイキャンに関しては上位モデルのみ入ってます。で、ノイキャンはですね、こちらイヤホンの側面ですね、こちらタッチセンサーになってますので、タッチでノイキャンを切り替えていきます。ノイキャンと外音取り込み機能と、それからオフ、ワンタップするごとに切り替えていくっていう仕組みです。で、ノイキャンに関してはですね、結構効いてくれます。もちろん最強クラスとまでは言えないですけども、10段階でいうところの 7.5 ぐらいのパワーがあるかなっていうところです。まあ、しっかりと周囲の環境をカットするパワーがあって、で、個人的にはね、外音取り込み機能がさらにもう一歩優秀かなっていう風に感じられました。外音取り込みはですね、10段階でいうところの8点ぐらいはあるのかなっていうぐらい、まあ、かなり自然にですね、環境音を取り込むことができますので、これは普段使いで外音取り込みを使って、まあ、環境音を取り入れながら音楽を聴いたりとか、まあ、会話をしたりとかっていう風に使っても、まあ、違和感なく快適に使えるんじゃないかなと思います。はい。で、あとね、これすごい気に入ったのが装着感なんですよね。このイヤホンですね、装着感がめちゃめちゃ自然で優しいんですよ。こう耳にこう装着しますと、一応スティック型になってるんですけど、こんな感じで装着することができて、決してこのギュッと圧迫されるような感覚とかがなくてですね、スッと自然に収まってる感じ。だからといって、この遮音性が低いっていうこともないので、しっかりと密閉力はあるんですけど、優しく自然に収まってくれる装着感になってます。で、装着感が比較的軽いんですよね。なので、長くつけていても疲れにくいかなっていうふうに感じました。で、実際この装着感ですね、まあ、人それぞれですね、この耳の形状っていうのは違ってるんですけど、数多くの人の耳の形ですね、形状をデータ化して、それをもとに 3D シミュレーションっていうのを繰り返して、まあ、実際にこの形状に落ち着くまでに24個のね、サンプルを作って、その中で最もこの、装着感がいいと、判断されたものが製品化されているっていうところで、まあ、そんだけね、いろいろと作り込んで作られたこの装着感っていうのは、つけてみると納得ですね。かなり自然にスッと入り込んできます。イヤホンの重量は約 5g となってます。エントリーモデル、630W の方ですね。こちらが片側 4.7g。で、今装着しているこちらがですね、片側 5.3g となってますので、非常に軽いです。だからこそやっぱりつけていても、
重さを感じにくくて疲れにくいんですよね。で、次、操作性についてですね。操作は、まあ、非常にシンプルなタッチ操作になってます。で、基本的に左側のタッチで、ノイキャンと外音取り込みとオフを繰り返して、操作をしていく。で、右の方で再生コントロールっていう感じですね。まあ、タップとダブルタップとトリプルタップがあります。で、タップで再生停止、ダブルタップで次の曲、トリプルタップで前の曲っていう感じで、操作をしていきます。タッチ操作の反応とか感度っていうところもかなりキビキビしてますので、モードの切り替えとかも一瞬で切り替えることができます。一応外音取り込みとかノイキャンをね、入れる時のちょっとね、音が特殊なんですよね。効果音みたいなのがちょっと特殊なので、最初ちょっと違和感を感じたんですけど、まあ慣れるかなっていうところです。はい。あとはですね、通話品質ですね。通話両方ともちょっとね、収録してみたので、実際どんな感じなのか見ていきましょう。まずは、こちらの HC630W の方行ってみましょう。はい、どうもこんにちは、渡辺です。こちらはデノン初の完全ワイヤレスイヤホン HC630W で音声を収録しています。マイク品質はどうでしょうか？はい、ということでこんな感じになってます。まあ、かなり通話品質高いですよね。実はマイクに関しては、まあ、こちらの HC830NCW の方が、マイクの数が、ね、多くなってますので、まあ、こっちの方が通話品質高いと思うんですけども、実際の音質はこんな感じになってます。はい、どうもこんにちは、渡辺です。こちらはデノンの AHC830NCW で音声を収録しています。マイクの品質はどうでしょうか？はい、ということで通話品質いかがでしょう。まあ、どっちもかなり優秀なんですけども、まあ、比べてみると、若干こちらの方がですね、声の低域の拾い方とか、この声のクリアさっていうところは若干こっちの方がね、高いかなっていうふうには感じました。はい。はい。で、あとね、気になるところね、若干あるんですけども、まず、かなり珍しいんですが、今のところですね、2021年の今9月の下旬時点、デノンの完全ワイヤレスイヤホンですね、この2つ、専用アプリっていうものがないんですよ。なので、例えば、イコライザーで音質をちょっとカスタマイズしたいとか、操作性をちょっとカスタマイズしたいとか、ファームウェアの更新をしたいとかっていう、一般的に結構よくある、このアプリでのカスタマイズとかっていうところが、今のところないです。もしかしたら今後、ちょっとわかんないですけど、今のところはないので、専用アプリがないっていうところがちょっと気になるかな。そしてですね、充電に関しては、まあ、両方とも背面のこちら、USB Type-C で充電をしていきます。ただ、ワイヤレス充電っていうものには対応していないというところ。バッテリー持ちに関しては若干の違いがあるんですが、HC630W の方が、バッテリーがイヤホン単体で 4.5 時間、そしてケース込みで18時間となっています。なので、ちょっとバッテリー持ちはですね、ここ最近の完全ワイヤレスのイヤホンの中では、ちょっと短めかなっていうところ。そしてこちら、HC830NCW の方が、バッテリーがですね、ノイキャンオフの場合は、本体だけで6時間、そしてケース込みで24時間と、まあ、比較的普通のバッテリー持ちになってますが、ノイキャンオンの時は、イヤホン単体で 4.8 時間、ケース込みで19時間となってますので、ややこのね、バッテリーの駆動時間が短めっていうところになってます。はい、気になったところとしてはこんな感じ。はい、ということで、今回ですね、デノン初の完全ワイヤレスイヤホンですね、こちら2つ、レビューしてきたんですけども、一番感動したのは音質ですね。想像以上にこれ独自の世界観っていうのをしっかりと作り込んであって、特にこの音の弾力とか、なんかサウンドが生き生きしてるんですよね。なんか音楽を一回聴き始めたらちょっとすごい気分良くなってテンション上がってですね、ライブ感があります。はい、ノイキャンとか外音取り込みに関してもしっかりと使える品質があり、そして通話性能もかなり高くて、で両方とも IPX4 のね、防滴になってますので、運動中とかにも使うことができます。で、まあ価格帯的には、まあ一応ね、上位モデルでも 19,800 円ということで、上位モデルも2万円以下の価格、エントリーモデルの場合は1万円以下っていう、まあ結構これだけの音質が楽しめて品質が高い割には結構価格が抑えられてるっていうところもポイントかと思います。もう今ですね、完全ワイヤレスの業界はですね、もうかなりもう成熟しきってるというか、各メーカーも何モデルもね、出している中、デノンに関しては2021年後半で初めての完全ワイヤレスなので、後発組に入ってきてると思うんですけども、まあ、しっかりと他にはないね、この音質の強みっていう、この独自の世界観を作り上げているので、これかなり楽しめるイヤホンになってると思います。今回こちらサンプルの貸し出しなんですけども、これ1個ちょっとね、買いたいなっていうふうに思いました。まあ、そのぐらい結構他と違うね、音質になってるなっていうふうに感じられています。ぜひ参考にしてみてください。ということで今日は以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。